どうもカマスです。今回は以前紹介したこちらのプレデターフリークプラスとその前作のプレデターミューテータープラスを履き比べしてみたいと思います。こちら FG モデルで、天然芝用になるんですが、今日は人工芝の方で履いてみたいと思います。前回も紹介したようにこのミューテータープラスからプレデターフリークプラスは、デザインや前紋スキン、履き口、ヒール構造などが、一部変更されています。プレデターの特徴でもあるラバースパイクはこちらのミューテータープラスが406個で、新しいフリークプラスが225個と、ラバースパイクがだいぶ減らされています。個人的な感想なんですけども、そのラバースパイクが減らされたことによって前足部この辺りのラバースパイクの数が減って、接着されている面積が少ないので、よりアッパー素材が柔らかくなったような感じがします。また一つ一つのラバースパイクの形状も変更されて、素材も若干柔らかくなっているような気がします。そして個人的に今回の変更で一番大きいなと思ったのが履き口の変更です。ミューテータープラスは足首全体を覆うようなハイカットだったのに対して、フリークプラスからは2ピース構造になっていて、前足首と、かかと部分を覆うアディダスプライムニットで構成されています。この2ピース構造にすることによってフリークプラスからはこの前足首のアディダスプライムニットが後ろに引っ張られていることによって、足首をヒールカウンターに固定して後ろに押してくれるような仕組みになっています。そのことでかかとの浮きや足が靴の中でずれることがなくなったような気がします。このヒール部分のハイカットは高さ自体はあまり変わってないんですけど、くるぶし部分がミューテーターほど覆われていないので、だいぶ足首が動かしやすくなったんじゃないかなと思います。ミューテータープラスから、アウトソールは大きな変化はなく、コントロールフレームを、そのまま使っています。
スパイクの進化はだいぶ使用感が変わってきて、ブラジル代表のファビーニョ選手はニューデータプラス、紐のないものを使っていたんですが、このフリークが出てからはこちらのフリークプラスではなく紐のあるポイントワンのハイカットを履き始めていて、スパイクの変更によって自分に合う合わないがあって、それを判断していく必要があるかなというふうに思います。